減税すれば税収は増える。財務省の嘘がついに暴かれました。元名古屋市長の河村たかし氏がネット番組リハックで財務省に関する衝撃的な事実を暴露しました。なんと彼はマスコミが一切報じない財務省の嘘のからくり数字のトリックを大暴露しているんです。そもそも河村氏は増税を進める国の政治に真っ向から反対し、名古屋市で減税政策を進めてきた人物。しかも財務省が親の敵のように憎んでいる減税政策で、逆に3000億円もの税収増に成功しているんです。最近の財務省は103万円の壁撤廃で税収が76兆円減るなどと言っていますが、河村氏の実績はその主張を完全論破しているんですね。というわけで今回は河村氏が暴いた財務省の嘘とマスコミが報じない名古屋市の減税成功モデルについて解説していきます。それでは行ってみましょう。河村たかし氏が名古屋市長として推し進めた減税政策は地方自治体における成功例として大きな注目を集めています。彼の主張は財務省の減税すると財政は悪化するという理論が実際の経済には当てはまらないということ。名古屋市では市民税を 10% 引き下げるという大胆な政策が実行されました。その結果、市民の経済的負担が軽減されると同時に自治体全体の税収も増加するという驚愕の成果が得られたんです。この結果は減税財政難という財務省の理論を覆し、むしろ減税が地域経済を活性化させる重要な手段になり得ることを証明しています。河村氏が掲げる政策の根幹にあるのは市民の可処分所得を増やすというシンプルかつ実践的な考え方です。そんな彼は財務省の減税は財政を悪化させるという主張に対して、その問題点を鋭く批判しています。財務省の理論は役所内の金勘定だけを根拠にしたもので、実際の経済活動を十分に考慮していないと指摘しているんです。リハックで河村氏は、経済というのは学問でいうと役人がやる財政学、あれは一部なんですよと前置きした上で、名古屋でいうと財政のところは3兆です、そうでない部分は14兆円ある、3兆のところばっかり言っているんですと語りました。つまり財務省は自分たちのお財布だけを見て、民間を含んだ経済全体を見ていないと鋭く批判したんです。こうした財務省の理論偏重の姿勢こそが地方の経済活力を損なってきた原因だと彼は考えています。名古屋市では減税によって市民の可処分所得が増えたことが消費を活発化させ、地域経済に新たな勢いをもたらしました。市民が使えるお金が増えることで、それが地元の企業や商店に還元されて売上や利益の拡大につながったんです。結果として法人税や消費税などの税収も増え、自治体全体の財政状況も大幅に改善しました。要するに減税は財政を悪化させるわけではなく、地域経済の成長を後押しする上に税収も増えるという一石二鳥の効果があるんですね。河村氏はこの成果について、これは中央政府や財務省が学ぶべき重要なポイントだと述べています。彼が提唱した減税で税収を増やすというモデルは当初強い反発を招きました。一部の批評家や専門家からは名古屋市の財政が破綻するといった否定的な見解も出されていたほどです。しかし彼の揺るぎない信念と緻密な計画に基づく実行力が最終的にはこうした懸念を払拭し、減税政策を成功へと導いたんです。河村氏は減税による成果を実証するため、自身の給与を大幅に削減するなど姿勢改革を徹底しました。具体的な内容については後ほど詳しく説明しますが、徹底した改革の結果、名古屋市はなんと3000億円もの増収を達成するという驚異的な成果を上げたんです。河村氏の政策は多くの人が抱いていた減税イコール財政悪化という固定観念を覆すことに成功したんですね。そして同時に地方自治体が本気になれば、これだけの大きな成果が出せるのだという新たな可能性を示すことにも成功しました。だからこそ河村氏は未だに国民を騙し続けている財務省を批判し続けています。実際に減税と税収増を両立した本人だからこそ、より強い憤りを感じているのでしょう。では名古屋市はどうやって減税と税収増を達成することができたのでしょうか。ここからは名古屋市民が絶賛した河村氏の政治理念や常識を覆す数々の施策について見ていきましょう。河村氏が政治を行う上で特に大切にしているのは市民第一主義の精神です。市民第一主義とは、市民が税金の使い道に納得し、
自治体に誇りを持ってもらえるような政治を行うという考え方です。そんな政治を実現させるために河村氏は市民に理解しやすく、かつ自治体の変化を実感しやすい政策を進めてきました。名古屋市の財政状況をオープンにして透明性を高めるなど、市民からの信用を得るための施策もバッチリです。透明性が高ければ SNS 上であらぬ噂や想定外の批判なども起こりにくくなるので、リスク管理の面でも非常に有効な施策と言えるでしょう。こういった市民に寄り添う姿勢から、当初は市議会などから猛反発を受けた減税政策を河村氏はやり遂げることができました。また彼は中央政府と地方自治体との関わり方に大きな一石を投じています。これまでのような中央政府による規制や政策の押し付けではなく、各地域の独自性を生かした自治体運営が重要だと訴えているんです。彼は市民に寄り添った政策を実現することで、政治家がいかに市民生活に直接的な影響を与えられるかを示しました。河村氏の例に倣い、ぜひ他の自治体の市長たちにも立ち上がってほしいですね。そんな同氏ですが、名古屋市の実績を引っ提げ、ぜひ国政でも活躍してほしいとの声が多数上がっています。河村氏は日本保守党の共同代表として2024年10月から衆議院議員を務めています。彼を支持する声が上がるのは、日頃から財務省の嘘を暴くと訴えていることへの期待も大きいでしょう。事実、彼は無謀にも思えた減税政策で見事に名古屋市を立て直してみせました。そんな彼が国政でも活躍すれば、日本全体の改革に向けて大きな一歩を進められるかもしれません。これは大いに期待したいところですよね。また河村氏は他にも非常にユニークな政策を提唱したことでも注目を浴びています。その政策とは、地方議員の非課業化という政治改革についてです。市長時代の河村氏は名古屋市の議員や職員に対して、公務員だから特権があるという意識を根本から変える必要性を説いていました。特に注目されたのは、先ほども少し触れた自身の給与を大胆に削減したこと、そして自治体の人件費見直しを進めた実績です。実はこの政策、市議会や公務員組織から猛反発を受けていました。しかし彼が強い向かい風にも屈せず、この改革を推し進めてきた背景にはある信念があります。その信念とは、市民が生活に苦しむ中で議員が特権階級として振る舞うことは許されないという考え方です。河村氏は市議会の議員たちが高額な報酬を受け取って、明らかに一般市民の生活とはかけ離れている現状に一貫して疑問を呈してきました。そして職員への人件費削減案に説得力を持たせるためにも、まず自らの人件費をカットしたんです。自分自身が市長として受け取るべき高額報酬を放棄することで、他の公務員や議員にも節約の意識を持たせることに成功しました。そして名古屋市の歴史上最も革新的ともいえるこの出来事を皮切りに、市政改革はスタートしたんです。まさに身を切る改革が市政改革の第一歩だったんですね。また河村氏は、地方議員が家業としての政治活動から脱却する必要性を強調しています。彼は議員の過剰ともいえる好待遇のせいで、金目当ての政治屋が蔓延していると考えているんです。はじめは高い志を持って政治家になったとしても、好待遇の甘い蜜を吸ってしまうと、多くの人はそのポストへの執着が高まり、結局は政策の優先順位も組織票を持つ企業寄りになってしまいます。こういった状況を打破するためにも、彼は地方議員の給与を大幅に削減し、市民ボランティア的な役割を担う非課業化を進めるべきだと訴えているんです。また名古屋市では、河村氏が市長として指導した改革により、議員だけでなく市職員の給与も削減されました。これは一見するとただのコストカットに見えますが、真の目的は公務員の職務を市民サービスに特化させるというものでした。河村氏のこうした姿勢は名古屋市民からの大きな支持を得ています。通勤の際にも軽自動車を利用し、町の居酒屋に立ち寄っては市民と積極的に意見交換するというスタイルを見て、多くの市民が彼は誠実な市長だというイメージを持っているようです。確かに自分が普段行く居酒屋に地元の市長がいたら、好感度が上がっちゃいますよね。彼が一般市民の感覚を忘れずに持ち続けていることが、あの人なら自分たちの気持ちを分かってくれるという市民からの信頼につながっているんです。このような河村氏の信念があるからこそ、市民と行政との間に信頼が生まれ、市議会から猛反発された職員給与の削減や減税政策を実現することができました。名古屋市で実施された数々の改革が成功を収めたことは、
議員の非課業化や減税による税収増加がただの理想論ではなく、現実的な政策として成り立つことを証明しています。もちろん日本全国で同じことを実現するのは簡単ではないでしょう。しかし現実として名古屋市が成功を収めている以上、他の自治体や日本という国全体でも不可能ではないはず。ぜひ河村氏の理念が全国に広がり、同じ志を持つ政治家が増えてくれることを願うばかりです。しかも名古屋市では減税と同時に地域福祉の充実、中でも手厚い教育改革が行われています。次は名古屋市政における教育改革と子どもの未来を守る取り組みについて解説していきましょう。河村氏は任期中に教育環境の改善、特に子どもの命を守る取り組みに力を注いでいました。彼がそのような政策を強く進めていた背景には、一人の子どもも見捨てないという信念があります。実は彼が市長に就任する前の名古屋市は、自ら命を絶つ中高生が平均で毎月一人という非常に深刻な問題に直面していたんです。多くの子どもたちは成績や進学に関連する重圧や家庭環境の不安定さから複雑な悩みを抱えていました。河村氏はこの深刻な問題に対して教育制度の根本的な見直しを図ったんです。彼が特に注力したのは、子どもたちが自分の人生に希望を持てる環境を作ること。そのためにロサンゼルス市の教育システムを参考にしました。なんとロサンゼルスでは高校入試が廃止されており、進学に関する子どもたちのプレッシャーが大きく軽減されているんです。また同市では教員の役割を教科の教育担当と子どものサポート担当の2つに分けており、校舎にはスクールカウンセラーやスクールサイコロジストが配置されています。この仕組みを参考にしながら、河村氏は名古屋市でも子どもの心のケアを充実させる取り組みを進めたんです。さらに彼は子どもたちに適した職業や生き方の発見をサポートするキャリアパスウェイを導入しました。キャリアパスウェイの授業では、子どもたちに農業やサービス業、ジャーナリズムといった多岐にわたる職業分野を題材として取り上げ、自分にぴったりの職業を見つける機会を提供します。彼はこの制度を導入することで、学校の勉強だけに縛られない多様な選択肢を子どもたちに与えたいと考えたんです。自分が子どもの時にこんな市長がいてくれたらなって思った人も多いんじゃないでしょうか。また河村氏の教育改革がすごいのは、新たな施策を導入しただけでは終わらなかったところ、なんと彼は名古屋市全体の教育費を再配分し、減税による財源確保と教育改革を同時に実現したんです。市職員の給与削減などを通じてひねり出された資金は教育分野に充てられ、学校環境の整備や子どもたちへの直接支援に役立てられました。このような取り組みは教育の質を向上させるとともに、子どもたちが生き生きと生活できる社会の基盤になったんです。河村氏は、教育とは単に知識を詰め込むためのものではなく、子どもたちが将来に希望を持ち、自分の道を切り開ける力を育む場であるべきだと提唱しています。そんな彼の政策は、これまで当たり前とされてきた受験戦争ありきの教育制度に大きな一石を投じるものと言っていいでしょう。こういった河村氏の取り組みは名古屋市民から絶大な支持を受けました。特に子どもの命を守るという明確な目標が多くの家庭に安心感を与えたようです。そして何よりも、自ら命を絶つ人の減少を実現したことは、市民の信頼を勝ち取った大きな要因といえます。他にも河村氏の任期中には様々な教育改革が行われました。その中の一つに、ボランティアや企業と連携した放課後プログラムやキャリア教育の提供などがあります。これは学校だけでなく、社会全体で子どもの教育を支えるという河村氏の理念を体現したものです。また子どもたちの体力や健康面にも配慮した政策も推進されました。その施策は、運動施設の整備やスポーツクラブの充実、学校給食のクオリティ向上など多岐にわたります。またこの政策からも、子どもたちの身体と心を両面から支えたいという河村氏の深い理念が垣間見えますね。同市は学校に地域社会と子どもたちを結びつけ、信頼と安心を育む場という新たな価値を定義しました。そんな環境が子どもたちの安心につながり、自ら命を絶つ中高生が毎月一人という絶望的な状況を改善させたんです。こういった名古屋市の取り組みは、今後他の市政にも大きな影響を与えることでしょう。とはいえ、河村氏の改革を否定する声ももちろんあります。大きな変化が起きると、それによって不都合が生じる人も少なくありません。しかし彼の政策を支持する声はその何倍にも上ります。
河村氏はこれまでの利権政治から脱却し、本当に市民のことを考えた政治を進めてきたので、有権者の大半を占める一般人から評価されて当然ですよね。その上で河村氏は市民との対話に力を注いできました。特に彼が重視しているのは市民と直接話し合い、自身の理念を伝えるというコミュニケーション、そして姿勢の透明性を徹底的に追求することです。こういった手法は政治家として当然のようにも思えますが、実際に行動に移している政治家はほとんど見られません。そんな中で一見きれい事とも受け取れることを当たり前のように実行してきた河村氏は、政界の中でも非常に特殊な存在なんです。彼は名古屋市長として自らの意見を押し付けるのではなく、市民一人一人の声に耳を傾け、それを政策に反映させる姿勢を貫いてきました。特に河村氏が大事にしてきたのは街頭演説や住民説明会など市民と直接対話できる機会です。彼は政治は会議室で起きてるんじゃないと言わんばかりに、会議よりも市民の声を自ら聞くことを大切にしていたんです。だからこそ河村氏は多くの人に賛同が得られるような施策を実現できたのでしょう。また透明性に対するこだわりも半端じゃありません。河村氏は予算の使い道を細かい部分まで徹底的に公開しました。やはり市民としては自分たちが払った税金が何に使われているかというのは非常に気になるところ。名古屋市は集めた血税の使い道をしっかりと公開することで市民からの信頼を勝ち取ったんです。そういった信頼の結果、減税による税収増という非常識にも思える改革を実現することができました。これだけの成果を上げた河村氏の減税イコール財政難は嘘だという言葉には非常に強い説得力がありますよね。これまで財政難という言葉で不安を煽り、増税を繰り返してきた財務省もいよいよ方向転換を迫られるのではないでしょうか。名古屋市という前例がある以上、もう国民を騙し通すことはできません。それでは最後に今回の河村氏による暴露に寄せられた声の一部を見ていきましょう。減税するではなくしたという実績は一番信頼できる財務省のやり方は日本経済を滅ぼすだけ。子供を一人も見捨てない河村隆先生には国政でもっと活躍してほしい。応援しています。この話は広めるべきだと思う。河村さんの支持率を上げるためとかではなくて、みんながしてる勘違いを正すきっかけになると思う。斉藤知事同様、テレビやマスコミに我々はいかにたやすく印象操作されるかがよくわかりました。いかがでしたか。市民に対する減税に加え、公務員の減給に教育改革、そして姿勢の透明化を進めた河村氏。こういった政策を通して名古屋市は減税したのに税収増というまさに奇跡ともいえる成果を達成しました。同じことが日本全体で実行されれば、国民の所得が大きく増加しますし、経済発展によって結果的に税収も増加すると考えられます。河村氏が確固たる前例を作ってくれた以上、財務省が財政難という脅し文句を使って増税を迫っても国民は簡単に首を縦には振らないでしょう。とはいえ、彼のように財務省にとって不都合な人物はマスコミがなかなか積極的に取り上げてくれないという現実もあります。やはり政治を変えるには私たち国民が積極的に声を上げなければなりません。今後も河村氏のように本気で市民のために行動できる政治家が現れた時は、マスコミに潰されないよう私たち一人一人が支えていく必要があると思います。よかったら皆さんの意見や感想も聞かせてください。それでは最後まで見ていただきありがとうございました。じゃあ